ヤリツ氏は、かつて満州に存在した、キッタン人の氏族。十世紀初めに、キッタン族を統一して以来、領、西領などの帝国を支配した有力氏族であり、漢化が進行した時代には、漢風の姓として、劉氏をも名乗った。ヤリツは音訳であり、キッタン語ではヤルー、またはヤルーもしくはイルーなどと発音されたと、考えられている。別の字を当てて、 イラツと表記される場合もあった。両が滅んだ後は、他のタン人の氏族と同様、大部分は徐々に女神族に同化したが、ヤリツの姓は、イラツなどと表記を変えて存続していったことが、近止などから明らかになっている。後代には、イラツ、イヘシャゲサトなどと名乗るようになり、真の時代に満州八旗を構成する。 満州族の氏族として、要人を排出した後も現在にまで血統を保っている。916年、ヤリツ・アボキが満州に樹立した王朝が領である。当初はそうも、軍事的に上回ることもあったが、後代になるにつれ次第に、領の王朝文化は壁になり、支配下の周辺民族、部族からの襲奪も重くなった。これに恨みを抱いた。 女神部のワンヤン氏族長のワンヤンアグダの軍勢によって攻略され、第九代皇帝天祖帝は、雲中の陰山ンンに潜伏したが、金朝の軍に包囲されて降伏したことで領は滅亡した。1122年3月に、遠京で天祖帝の十七の南近ルースの旗た王、ヤリツ厚氏が、ヤリツ大石、リーところはタたタまによって、北領の皇帝として擁立された。6月に、 天鈴墨門は放御し、天祖帝のご難で皇太子の信をやりつてが、擁立された。1123年5月に、七味門から自立した次男の両王やりつみやびとが、擁立されるも10月で放御した。今度は、小徳列らによって、天鈴墨門の重帝のやりつうけら列が擁立された。11月に、南京を兼朝に、行為されて、孤立状態となった。 やりつ受けら列は内紛で家臣に死されて、間もなく来た両は滅亡した。両の皇族のやりつ大石は、両滅亡後、孤児を捨てて、現在のトルキスタン一帯に、清領を建国した。清領では、やりつ氏が五代にわたり、王党として存続したが、やりつジカロイニシエの時に、モンゴルに滅ぼされた、内満の王子の口力を女性と指揮をしたことに起因し、 クチュルクに王位を散脱され滅亡した。クチュルクもまたチンギスカン率いるモンゴル帝国の軍勢に滅ぼされ、ヤリツ氏の支配する国家は完全に滅亡した。ヤリツ氏の一族の一部は自局に際して、ワンヤン氏が建てた金朝にやむなく降って、進化となるものも現れた。一例を挙げれば、外籍の布告により、天祖帝に無本を疑われ、家族を中殺されたヤリツヨとは、 金朝に降り、両の残党の野立一族を相手に金朝側の将軍として戦ったことで知られる。金朝に降ったリ立氏の一族の中には、不代の帝神として徴用された家系もあり、海、両を殺害したことで歴史に名を残したリ立元吉のように、国政である、ワアン政を施政された者もいた。しかし、金朝が、それまで殺戮。 または侵入させ敷いたげてきたモンゴル高原の遊牧部族のモンゴル部からテムジンが台頭すると、ヤリツ氏の中には、金朝に造反したり、モンゴル部に忠誠を誓ったりする者が現れた。ヤリツ赤い、ヤリツハゲバナの兄弟は、寮の喪失に連なる、緊張の交換の家系の出身であったが、ヤリツ赤いがある時テムジンと面識を得たことを、きっかけとして、兄弟でテムジンに忠誠を誓い、 テムジンのモンゴル統一戦や聖火遠征に参謀として従軍した。大ケレート戦でテムジン一行がモンゴル高原北方に退避した際に共にバルジュナコの濁水をすすった19人の行進にはこの兄弟も名を連ねている。テムジンがチンギーカンとしてモンゴル皇帝に即位した後の緊張、征服事業においてはやりつ赤い。 ヤリツハゲ花ハ兄弟は通訳及び将軍として活躍する傍ら、緊張支配下のキッタ丹族に対し女真族からの離反と、モンゴル部による支配への内容を働きかける役割を担った。チンギスカンからのヤリツ・アミラへの信頼は厚く、1214年の時点でヤリツ・アカイは大使に封じられ、以降、ヤリツ・アミラの子孫は元朝支配下で代々繁栄した。 モンゴル帝国の勃興を受け、金朝は、吉丹族を、女神族による強固な監視のもとに置いた。これに対して、不満を抱いた、寮の喪失の末裔のやりつとめ歌は、1212 12年に、高しやすおび、藩州一帯で反乱を起こし、同族のやりつや敵の軍と交流して、数ヶ月で十数万の勢力に成長させた上、チンギスカンの庇護を受けて、金朝より自立した。 金朝は、ワンヤンコサ、カバの千万奴を差し向けてヤリツトメウタの討伐を、試みたが、ヤリツトメウタはモンゴルに救援を求め、一部、モンゴル軍の支援のもと、進む基地農事で、金兵を撃破した。1213年3月、ヤリツトメウタは王少子国号を領と定め、元党と改元した上、チンギスカンより、領王として作法された。 やりつとめうたの死後もこの政権は、妻の桃、里氏により統治され、1227年まで存続した。現在では、他の同盟の政権と区別するため、この政権は、アズマりと呼ばれる。金朝が下北から開封に戦とした後、やりつ赤いが、同族の中から、有能な人種として、チンギス間に推挙した人物に、やりつ素材が存在する。 かつてカニア朝の定身として、モンゴルの信仰にこした、ヤリツ素材は、以降、チンギスカンの進化となり、チンギスカンとオホデーの二代に仕えて、中書令に任ぜられ、モンゴル帝国内の北中国方面における内政において、重きをなした。晩年には、オホデーの寵愛を失い一時的な家勢は、衰えたかに見えたが、ヤリツ素材の死後の首ラインの時に、 ヤリツ素材のこの、ヤリツイと孫のヤリツキスケが首雷に仕えて、中小左上昇となると、ヤリツ素材も、再評価が進んだ。ヤリツ素材に対しては、大使の官の追蔵と、高安仕様の釈位の追封がなされることとなり、ヤリツ素材の子孫は、元朝の重心として扱われるようになった。ヤリツアボケヤリツ徳光ヤリツゲンヤリツヤリツケヤリツ、高志町、 やりつそうまことやりつこうきやりつのべき。ありがとうございます。